丈夫って言えるかな。およそ600メートル先、左方向です。今日は調子が出ないな。皆さんこんにちは。こんなテンションでスタートしましたが、今日は5月8日土曜日、現在時刻は3時半でございます。今日はね、ちょっとリアルをお届けしたいと思いまして、いつもリアルなんですが、こういう今日の私のような、あまり調子がよろしくないところもですね、もうさらけ出そうと思っておりますので、今日はこういう日になっておりますけども、ちょっとこのままではいけないなと、ちょっとこの心ですね、ちょっと心と頭をすっきりさせたいなと思いまして、どこに行ったらいいかなっていうのをね、ちょっとずっと考えておりました。車の中で1時間ぐらい考えてたんですかね。そして一つの答えが出ました。モリコロパークに行こう。右方向です。ということで今日は私、心と頭、まあとにかくすっきりさせるために、思い出の場所、僕の青春の思い出の場所、およそ500メートル先、清水金を左方向です。モリコロパークに向かいます。行くぞ。大丈夫になりました。暗くなってしまいました。現在6時半でございます。ちょっと今日はですね、モリコロパークに行ってきました。前半でもお話ししたように、思い出の場所なんですね。なんで思い出の場所かと言いますと、2005年の3月25日から9月25日の半年間ですね、このモリコロパークは愛・地球博っていうね、万博が行われた場所になります。愛・地球博という、万博で私はお仕事をしておりました。約半年間ですね、ほぼ毎日通って、ショーに出てたんですけど、25歳ですね、当時25歳のですね、本当にこう濃密な時
間を過ごした場所でして、非常にあの僕も本当に思い出深い大好きな場所だったんですが、まあ万博が終わってからもう約ね、もう16年経ったんですけど、ほぼ行ってなかったんですね。それ以降本当にもう10年以上全く踏み入れてなくてですね、やっとこの機会に今日行くことができました。ただ残念ながら、まあ当時のね、万博の時とはもう様変わりしてしまって、まあ、当時あのショーが行われてた愛・地球広場というところも行ってきたんですけども、今日はイベントやっててちょっと中に入ることもできなかったですし、当時まあ楽屋みたいなところがねあった場所もちょうど今工事してて見ることができなくてちょっとかなりね、せっかくなんか思い出深いあの場所にまた戻ったのに全然見れなくてちょっとがっかりしてたんですけど、まあ、でもせっかく来たしということで、ちょっと当時ね万博中に回れなかったところをちょっとねお散歩して、まあ、日本庭園だったり池の周辺を歩かせてもらったんですけど、いや素晴らしかったですね。結果ね、結果から言います、大丈夫大丈夫大丈夫です。もちろん皆さんは大丈夫、今日は僕がちょっと大丈夫じゃなかった、私元気になりました。まあ多分あの森コロパークはねまた行くことになると思いますし、工事がね終わったらジブリパークというようなね名前に変わるとかっていうのを聞いてますしね、また行けたらいいなと思っておりますが、暗くなる、はい、もう今日大丈夫